それじゃあ、もう二度と君とは会わないで済むようにしよう。あ、兄貴の方は理解してくれました？兄の言葉に同級生がニヤニヤと笑う。その笑顔を見て子供の頃を思い出す。彼はあの頃も同じ笑みを浮かべて、俺たち兄弟のことを貧乏人と言って嘲笑っていたっけ。その度に俺たちは悔しさを飲み込み我慢していた。しかし今は違う。この同級生はそのことを分かっていないようだ。そうだね、兄貴の言う通りだ。はは、やっとかよ。物分かりがおっせえな。このビルは貧乏人は立ち入り禁止だ。兄の言葉の真意に気がついてうなずく。それを同級生はせせら笑ったが、その数秒後にはその笑顔を凍らせることになる。そしてご自慢の自社ビルの床に這いつくばり、許しを請うことになるのだ。俺の名前は八木勉。兄が社長をしている会社で一緒に働いている。兄貴、明日の入社式のスケジュールここに置いておくよ。ああ、ありがとう。毎度この時期は一番緊張するな。あの頃はここまで来れるなんて思ってなかったからね。俺も緊張してる。だいたい今年入ってくる子たちって俺の半分の年齢だぞ。月日経つの早すぎるだろう。はは、本当に。ここまで来れるなんてな。俺たちは小さい頃に交わした固い約束を一筋の光として突き進んできていた。俺たち兄弟は子供の頃、両親と四人暮らしをしていた。それはそれは非常に貧乏と言えるような生活だった。父が仕事中の怪我で思うように働けなくなってしまい、母も体が弱かったのだ。うまいんち、絵に描いたような貧乏だよね。小学生の頃からこういったいじりは多かったが、特に俺の同級生である周一からの嫌味はひどかった。お前の両親が間抜けだからだろう。僕の親を悪く言うな。うわぁ、怒った怒った。怖いなぁ。貧乏人はすぐにイライラするから困っちゃうよ。お前、つとも、よせ。俺が我慢の限界になり、周一につかみかかろうとすると、いつも兄に呼び止められていた。いいから行くぞ。あ、兄が来たと思ったら、逃げ腰かよ。兄弟揃ってかわいそう。俺は兄がなぜ周一に何も言わず立ち去るのか、それが理解できなかった。一度問いかけたこともある。なんで逃げたの？あんなに言われて腹立たないの？逃げたんじゃない。戦う相手じゃないからだ。兄はそれ以外何も言おうとせず、当時の俺には、それがどういう意味なのか、わからなかった。だから周一に対し、とにかく悔しいという感情を抱いていた。周一は、父親がいくつもの不動産を有していて、絵に描いたようなお金持ちだった。それを鼻にかけ、俺をターゲットにして、むちゃくちゃ言うのが楽しかったようで、学校でも帰り道でも、毎日のようにちょっかいをかけられていた。俺たち家族が暮らしている家も、周一の父親が税金対策で購入したオンボロアパートだったため、ネタにしやすかったんだろう。俺、絶対家族全員がいい暮らしができるようにするから、つとむは好きなように生きろ。何言ってんの、兄ちゃん。僕も同じ気持ちだ。兄はこんな状況下でも、俺に好きなことをさせてくれようとした。
そんな兄にも幸せに暮らしてほしいと、俺は兄と一緒に頑張っていくことを決意した。お互いがお互いの苦手を補い合って、得意を伸ばしていこうという戦略のもと、高校、大学へと進学。そして俺は大学を卒業し、一般企業で経験を積んだ後、兄が起業するのに合わせて転職した。大きな舵を切るのがうまかった兄が社長として会社を引っ張り、俺がサポートに回る形が一番だということに気づいたのだ。ベンチャー企業として起業して、二人三脚で頑張ってきたら、気づいたら二人とも40代になっていた。今では毎年新入社員を迎える入社式のためにホテルの会場を借りるまでに成長している。それでも緊張から抜け出せないのは悩みでもあり、昔の気持ちを忘れないでいられているという安心材料でもあった。着いたぞ。今日は入社式前に大きな案件を片付けようと、とある商用ビルに赴いていた。ドラマで見るような大きなビルに、通行証がないと入れないゲートが何列も備わっている。ああ、ダメだ。お腹痛くなってきた。つとむはまだまだ子供だな。兄貴は平気なのかよ。俺は思わず動揺してしまう。まあ、お前に比べたら全然平気だな。そういう兄の表情は、とても無邪気な笑顔をしていて、いつも通りの兄だと、俺は実感することができた。こういう場所で緊張しないというのは、兄はやはり社長の器にふさわしい人間だったのだろう。それも、つとむのサポートあってこそだ。今日もよろしくな。サポートなら、任せて。誰よりも自信あるからさ。俺はそんな兄をそばでサポートできてよかったと心から思った。俺だって緊張している場合じゃない。若い頃に比べたらお腹が痛いのだって少しはマシになってきている。大丈夫だ。大丈夫。自分にしか聞こえないくらいの声で唱え続けていると、自然と落ち着いてきたような気がしていた。だが、安堵に包まれたのは、聞き覚えのある声が聞こえるまでだった。あれ？あれで？もしかして？イラッとさせる天才のような口調で、俺たちの背後から迫ってきた人物は、子供の頃、俺たちをひたすら馬鹿にしてきていた、周一だった。お二人って、あの二人？いやー、久しぶりですね。こんなところで会うなんて。俺は兄と互いに顔を見合わせると、意見が合致したようで、無視することにした。しかし、そんな俺たちを許すまいと、周一が行く手を塞ぐように入り込んでくる。そんな久々に会った人に対して挨拶もないんですか？悲しいな。周一の声は残酷なくらいによく響く。何人かの通行人が俺たちの方にいぶかしげな視線を送ってきているのを感じ取った。久しぶり。普通に言おうとしたはずなのに、どうしてもイライラしてしまって。言葉に詰まってしまう。はは、何？緊張してんの？俺に会ったから？今度は何言われるんだろうってビビってんの？俺がビビっていると勘違いした周一は、子供の頃に戻ったような態度で接してきた。それにしても、兄弟揃って相変わらず冴えない顔しているな。スーツ着てても滲み出ているぞ。やっぱ元が貧乏人だと、いくつになってもみすぼらしく見えるんだよな。周一はそう言いながら、俺たちの肩に両手を置いて体重をかけてくる。憎たらしい重さだった。
ここさ、俺のビルなわけ。父親から社長頼まれちゃってさ。ほんと、社長って大変なんだぜ。知ってるか？いや、知らないか。周一はそのまま、ここ以外にも同じクオリティなビルを所有していることを自慢してきていた。いや、俺はさ、父親から会社引き継いだ時、誰にでも自由に使ってもらえるベルにしていこうって思ったわけよ。その方が社会貢献してるみたいでいいじゃん。聞いてもいない一人語りが始まり、うんざりする。兄に目をやれば、兄も眉を潜め、冷めた表情で周一を見ていた。ああ、そうだな。それじゃあ、俺たちはこれで。これ以上聞いていられないと思った俺は、強引に話を終わらせ、力ずくででも立ち去ろうとする。すると周一は、俺を思いっきり引っ張って、耳元で囁くように言葉をかけてきたのだ。でもさ、やっぱ今日、お前らに会って思ったわ。貸し出す人は選ばないとな。周一はそう言ったかと思うと、俺を思いっきり突き飛ばす。思わずよろけてしまった俺を、兄が支えてくれた。ということで、やっぱりこのビル、貧乏人の立ち入りは禁止にします。あなた方はお引き取りを。周一が立っている先に、ビルの通行ゲートがあるから、一向に進めない上に、とてつもない爆弾発言までされてしまった。お引き取りをって、これから予定が。予定？貧乏人がこんな贅沢なビルで、何の予定を立てているんだ？え？お前らは、そこの公園ぐらいがちょうどいいじゃないか。公園って、昔よくお前らで遊んでたじゃないか。俺が家で最新ゲームしている時に縄跳びとかしちゃってさ。そういうもんなんだって、いくつになっても。住む世界が違うから。周一が俺たちに迫ってきて、どんどん通行ゲートへの道が遠くなっていくように感じた。そういえば、さっきから兄が一切口を開いていない。そう思い、ふと兄の方を見ると、何やら考え事をしているようだった。帰れよ。さっさとこのビルから出て行け。お前ら貧乏人が使えるようなビルじゃねえんだ。俺たちを何としてでも追い返したい周一は、俺たちを押し出すようにビルの入り口へ連れて行った。ここまで拒絶されては仕方ないな。お、兄貴の方は理解してくれました？もう二度と君とは会わないで済むようにしよう。兄がそう言って俺を見る。表情を見た瞬間、俺も兄の考えていることがすぐに分かった。そうだね。はは、やっとかよ。物分かりが遅えな。周一がギャハハと楽しそうに笑い声を響かせる。だが、そんな周一を無視して、兄は俺へ話を進めた。ここのビル、いや、彼が所有するビルの契約は全て解除しよう。もういくつか候補があっただろう？ある。少し金額が高めだけど、アクセスがとにかくいいところもまだ候補には残っているから。契約？は？何言ってんの？ああ、あのボロアパートの賃料ももしかして払えてないわけ？周一は自分に都合がいいように話を組み立てるのが非常にうまいんだなと思った。今日は3年に一度の賃貸契約更新日でここに来た。3年に一度という言葉に周一はドキッとしたようだった。自分のビルの契約期間をずっと貧乏人扱いしていた人物が知っていて驚いたのだろう。ここは長年利用させてもらっていたし、正直愛着があったから、規模を拡大しても残していきたいと思ってたんだけどね。でも、
こんな扱いを受けるなら、残す必要はないかな。何言ってんの？からかってんの？違うよ。ここの大半のフロアが同じ会社のコールセンターだろ？そこの賃貸契約の話だよ。俺が指さした先には、ビルに入っているテナントの名前が書かれた一覧が飾られている。2階から10階まで同じ会社が入ってるのだが、それが俺たちの会社だったのだ。ベンチャーから始めた俺たちは急成長を遂げて、現在はコールセンター業務を主軸として力をつけてきている。最近では規模を拡大したいが、場所がなかなか確保できていないという問題さえ抱えるほど売上は好調なのである。週一の会社が保有しているビルにいくつかに営業所を設けており、ここのビルは一番大きな規模で展開させていた。嘘だ。嘘に決まっている。週一はみるみると顔面蒼白になっていき、一向に俺たちの話を信じようとしない。これを見てもまだ信じられない？俺たちは自分たちの名刺を差し出すと、そこには社長と副社長の文字が並んでいた。警察手帳を見せられた犯人のように、周一の目はまん丸に見開いて動揺を隠せていない様子だった。そんな、いや、さっきまでのは実は茶番でして、おもてなしです、おもてなし。無理がある言い訳に、俺たちは思わずため息が出る。候補で残してあるテナントの内見って至急取れたりする？向こうからどうですかって案内もらってた場所だから行けると思う。連絡してみるよ。俺たちは周一に構わず、我々の新しいオフィス探しをしようと切り替える。待って、待ってください。本当に悪気がなかったんです。まさか、こんなご好意にしていただいていて、追い出すわけないじゃないですか。態度があからさまに変わりましたね。いや、ほら、同級生だと思ったから。この年になったら、こういうノリって、なくなるじゃないですか。だからたまにはいいかなーって、童心に帰る的な。先ほどまでの暴言は何だったんだと思うくらい、猫なで声に俺は寒気がした。ここや他のビルを全部合わせると、全部で3年契約6億の予定だったけど、5年契約で6億。アクセスいい場所もあるよ。いいじゃないか。アクセスは社員のために良くしていたいからな。そこも抑えてみよう。6億?具体的な数字を聞いて、ようやく自分の犯したことを実感してきたのか、周一は膝から崩れ落ちたまま、俺たちにすがりついてきた。どうか、どうかお願いです。契約解除なんて言わないでください。すると、これまで最小限というか、周一に対してほとんど口を開いてこなかった兄がしゃがみ込んだ。周一は束の間の微笑みを浮かべる。解除しませんという言葉を待ち望んでいるのが目に見えて分かった。目に見えて分かったからこそ、兄はきっとこう言うと俺は推測ができたのである。私はね、一度決めた信念はぶらさないんですよ。幼少の頃、絶対この屈辱から脱却しようってここまで来たみたいにね。だから、これまでお世話になりました。兄はそう言うと、さっきまで周一が俺たちにしていたように、周一の肩にポンポンと手を乗せた。いやー、やめてください。どうかご勘弁を。周一は年がいもなく泣き叫んでいたが、俺たちは構わず、周一のお望み通りに、ビルを後にした。そして会社に戻ると、早速、契約更新しない旨を担当者へ通達する。ところが、
その後日、周一の会社から請求催促の連絡が届いた。どういうことか確認してみると、周一が意地でも契約解除させないようにと抑え続けていたらしい。こんなことされてるんだけど。はあ、めんどくさいことをするんだな、いい大人が。兄はそう言うと、おもむろにスマホを取り出し、電話をかけた。どうもご無沙汰しております。ええ、実はですね、あなたの息子さんが契約解除をさせないようにって、無理に引き伸ばしているみたいなんですが、迷惑なので、やめていただけます？電話の相手は、周一の父だ。社長を息子に譲って、会長になっていた周一の父とは、大家と住民だった頃からの付き合いだ。会長は事情を知らなかったらしく、兄が簡単に説明すると、すぐさま動いてくれた。兄が言うには、電話越しにも、息子に対する怒りが感じられたそうだ。それからすぐに、契約解除の証明書が届いて、そこから周一に邪魔されることはなくなったのである。会長である父親が動いてくれたとはいえ、こんなに一気に音沙汰がなくなるものなのかと俺は驚いていたが、兄がその後何度か周一の父と話して教えられた内容によると、今回の一件で会社から追い出されたそうだ。これまでも怠慢な態度で周りを困らせ続けていたが、社長になれば少しは気にするようになるのではと見守っていたそうだ。だが、会社に多大なる損害を与えたことが決定打になった。さらに、家からも追い出されたそうで、周一は現在、俺たちが子供の頃に暮らしていたアパートで暮らしているらしい。同級生たちから久々に連絡が来たと思ったら、ずっとスウェットでそこら辺を歩き回ってる姿が滑稽だから、見に来いよ、という連絡だった。誰が見に行くかよ。やっぱり、ああいう奴は無視に限るんだよな。今回の対応で、子供の頃に兄が取っていた、俺が理解できていなかった行動の数々が、長い月日をかけて、やっと腑に落ちたような気がした。戦う相手じゃない。その通りだったね。兄も思い出したのか、ふっと笑い出して、それにつられて、俺も笑ってしまった。あいつと同類じゃない。俺たちは、しっかり地に足つけて、人様に迷惑をかけないようにしないと。ああ、そうだ。規模が拡大するんだ。これからも謙虚に、まっすぐやっていこうじゃないか。新しい規模で挑んでいくのに、大切な社員たちが入ってきてくれる。入社式当日。俺たちは、より固い絆で、会社の成長を約束し合ったのだった。